よろしくお願いいたします。さあ、そして一緒にイベント盛り上げていただく方々ご紹介いたしましょう。まずは競技解説、高森哲さん。はい、歯切れのいい競技解説を目指します、高森哲です。よろしくお願い申し上げます。今回はね、バスケットボールに詳しくない方にも楽しんでいただけるように分かりやすく解説をお願いいたします。はい、承知しました。そして川崎ブレイブサンダース応援リーダーとして辻大地さん。はい、皆さんこんにちは。はじめましての方もいらっしゃると思いますが、川崎ブレイブサンダース応援リーダーと思います、私辻大地です。そしてファミリーの皆さん、お久しぶりです。今日はよろしくお願いします。辻さんはこうブレイブサンダースの皆さんと深い交流があると伺っていますが。ありがとうございます。皆さん、本日背番号7番篠山竜星選手の髪型パーマなってるんですけど、実は今日に合わせたらしいので皆さんそこ注目してみてください。早速ポイントありがとうございます。ありがとうございます。はい、さあ、そしてクリエイターオールスターズ応援リーダー、水溜りボンドトミーさん。はい、どうも、水溜りボンドのトミーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。トミーさん、改めてすごい熱気ですね。いや、すごいですね。僕何回か観戦に来させていただいてるんですけども、まあその時はまたちょっと違った、まあ、ちょっとお祭りのような熱気を感じますね。今日は皆さんで盛り上がっていきましょう。いや、しかし、まあ改めてこうプロバスケットボールチームに挑むクリエイターチームなんですが、はいはいはい、トミーさんの見立ていかがでしょうか。そうですね、まあ、やっぱその実力というかバスケットボールの上手さではやっぱりプロにはかなわないと思うんですけども、やっぱそのファンの応援の力ですとか、まあ、やっぱそこぞというところでの発想力みたいなのはめちゃくちゃクリエイターの力っていうのは計り知れないものがあるんで、ちょっと期待大なのかなっていうのはありますね。ね、我々の度肝を抜いてくるような、ね、作戦なんかを見てみたいなと思いますが、はい、さあ、2チームのチームカラーなんですけれども、川崎ブレイブサンダースはおなじみのブレイブレッド、うん、対するクリエイトチームハワイアンブルーということで、はい、これは、はじめ社長が考えたらしいんですが、うん、濃い赤に対しては爽やかな薄い青で行くんだという話でした、はい、そうですね、僕も今着てるんですけども、かなりの数の人が着てるんじゃないかなと思いますね今。そうですね、本当に多くの方が着てくださっているなという印象です、はい、うん、いいですね、本当にこう、はい、チームカラーのグッズみんなそれぞれ持ってきてくれてるなと。はい、もうめちゃくちゃ売り切れも出てるみたいで人気みたいですね、もうみんな、あ、みんな手振ってますね、ありがたいですね、うん、声出せないので盛り上がっていただければと、はい、あとはじめさんのチャンネルって日本一大きいんですけど、今生配信始まってて僕一人で出てるのがすごい怖いです早くはじめさんに出てほしい。大丈夫、この後すぐに出てくるから。ここ僕一人は持たないちょ苦しいかもしれないですね。苦しいですね、8万4千人のはじめさんのファンが見てるのに富永しか出てない、怖い、頑張れ頑張れ、はい、頑張ろう、もうちょっとだから、はい、すいません、よろしくお願いします。はい、配信をご覧の皆さんもね、ぜひ盛り上げていただければというふうに思います、はい、後半戦はですね、川崎ブレイブサンダースの YouTube チャンネルにて、生配信を行っていくということなんですが、辻さん、後半戦もこれかなり楽しみですね。そうですね、後半戦は川崎ブレイブサンダースとクリエイターチームがごちゃ混ぜになるんですね、うん、はじめ社長率いるレジェンドチーム対友谷率いる新世代チームで試合を行います。このイベントでしか見られない光景ですので非常に楽しみですね。あと最後にこのイベントを通した MVP が発表されますので、そのヒーローインタビューも楽しみです。最後まで盛りだくさんの内容となってますので、後半戦はぜひ川崎ブレイブサンダースの YouTube チャンネルでお楽しみください。はい、よろしくお願いいたします。さあ、前半戦はこのままはじめ社長のチャンネルで、後半戦は川崎ブレイブサンダースのチャンネルで、こちらですね、8時20分頃からの後半戦配信予定となっておりますのでチェックしてください。そして SNS もハッシュタグドリームゲームで盛り上げていただきたいというふうに思います。会場でご覧の皆さんも、 YouTube で配信をご覧の皆さんも、ぜひ最後まで楽しんでいただければというふうに思います。さて、いよいよ本日の主役たちの登場が近づいてまいりました。まもなくね、会場内が暗くなりますので、ご来場の皆さんは足元に十分お気をつけていただければというふうに思います。さあ、いよいよドリームゲーム2022が始まっていこうとしていますが、コート上ではですね、映画ソニック・ザ・ムービーソニック VS ナックルズの CM で初め社長と共演したソニックも、クリエイターチームの応援に駆けつけてくれているということになりました。ありがとうソニック、今来てくれたけど。ブレイブサンダースのマスコットロールもね、一緒に盛り上げてくれているということになります。いいですね、グータッチ。
しています。さあ盛り上がる準備はできていますでしょうか。全力でね楽しむ準備はできているでしょうか。声に出せない気持ちはぜひ大きなクラップに変えてコート上まで届けていただければというふうに思います。 Everybody let's clap。 クリエイターオールスターズ選手ヘッドコーチのご紹介です。背番号1番はじめ社長。背番号64水溜りボンドカーター。背番号6レクレトモヤン。背番号22パワン。背番号7イヤー。背番号12コブロット優勝。背番号65コブロット浦田。指揮を執りますヘッドコーチはキリン田村博史。川崎ブレイブサンダース選手ヘッドコーチのご紹介です。背番号0藤井優馬。背番号2マイケル・ヤング・ジュニア。
熊谷直也。ヘッドコーチは佐藤健二。それでは選手の皆さんはコート中央に整列をお願いいたします。はい、というわけで皆さん、本日は僕たちの試合のためにお集まりいただき本当にありがとうございます。というわけで、ただいまよりクリエイターオールスターズ対川崎ブレイブサンダースの試合開幕です。さあ、それでは両チームウォーミングアップを開始してください。改めていよいよクリエイターオールスターズ対川崎ブレイブスタンダース白熱のバトルが幕を開けようとしてします。会場からはね、大きな歓声が上がっているわけなんですが、はじめ社長、はい、まずクリエイターオールスターズ皆さん、コンディションいかがですか？はい、そうですね、ちょっとなんかサバが大盤の出席で腕を痛めたらしいのでそこがちょっと心配なんですけれども、皆さん相当やる気いっぱいというかコンディションは抜群だと思います。いいですね。じゃあもうせっかくなのでね、ちょっとクリエイターチームのお話をはじめさん交えながらちょっと聞いていきたいというふうに思います。はい、じゃあちょっと呼ぼうかな。カンタ、よろしくお願いします。お疲れ様です。カンタさん、どうですか調子は？いや、やっぱ大きい会場でバスケすることもないんで。そうですよね、とんでもない緊張感ですねこれは。うわ、ソニックもいる。ソニックも。じゃあお客さんが5000人満席ということで本当ありがとうございます。ありがとうございます。で、今日はプロ相手ということで多分思ったような動きができないと思うんですけれども。そうですね、でも3回とかみんなでね予定合わせてしっかり練習してきてるんで、はい、それが出せればいいなと思ってます。そうね、頑張りましょう。頑張りましょう。じゃあ次はともやん。お願いします。お疲れ様です。よいよちトマンです。お願いします。もうクリエイターチームのエースですよ。いやー、ちょっとね、やとしてもやっぱ緊張しますね。そうですね、こんだけのお客さんの前でやるのも初めてなんで、はい、いやけど俺たち24時間バスケやってるんで。そうなんですよ、もうソウルメイトなんでここは。ソウルメイト、はい。いや、あんだけ練習したらね、やっぱちょっと結果残していきたいですね。そうね、はい、ちょっとなるべく頑張りましょう。頑張りましょう。期待してます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ次、サワー。腕は大丈夫？いやー、こんだけお客さん入ったら痛みもなくなりますよ。おもう、やるしかないでしょ。ねえ、いやもう、安定したスリーポイントが本当に武器だと思ってるんで。まあそうですね、今日はまあスリーポイントもそうですけど、何よりもこう、がむしゃらにひたむきに頑張る姿をしてくれた皆様に見てもらいたいなと思っております。そうですね、ちょっと腕だけ気をつけながら。そうですね、全力でやります。 OK、 無理してくれ。しゃ、じゃあ次、ヤン。スクリーン下りましたけども、皆さんこんにちは、ヤンです。どうですか、緊張してます？最高の雰囲気です ね、 ね、すごいね、本当に緊張してますか？いい緊張です。あ、
いやもう本当身長もあるし一番若いんで、はい、もう若さを生かしてとにかく元気よく、うん、30分間40分間、うん、走りできます。よろしくお願いします。頑張ろう。さあじゃあゆうたん。こんばんは。お願いします。お疲れ様です。ゆうたさん緊張してますか？めっちゃしてます。やばい。なんかこの相手の黒の圧力がやばすぎて。そうですね。もう我々クリエイターとしてもオールくんね、ありがとうございます。顔引きつっちゃうな。はい、もうクリエイターとしても手を抜いて本気で来てくれるということで、はい、我々もできることを頑張りましょう。そうですね。なんか目標とかあります？今日の目標はやっぱスリーポイントを入れる。おぉ、一本でもいい。多分一番入ってる気がするから俺は。あ、本当に練習見てる中で。ありがとうございます。期待しております。頑張りましょう。頑張りましょう。お願いします。さあ、ゆうまん大丈夫ですか？ゆうまん。いやもうここに呼ばれるのにすら緊張しました。どうですか、なんか今日目標というか、はい、これだけはこの試合でやりたいみたいな目標ってありますか？まあちょっと綺麗なパスを出して皆さんに貢献できればなと思っております。ありがとうございます。ぜひ点数にも結びつくように、はい、期待しておるぞ。頑張ります。頑張りましょう。というわけで田口さん、僕もそろそろアップに行きます。あとはよろしくお願いします。はい、わかりました。ちょっとでどうでしょう、クリエイターチームなかなか緊張感もあるかなというところになりますが、温まった体、もう最初の1秒から全力でプレーをしていただきたいなというふうに思うんですが、ちょっと実況席にですね、今トミーさんの姿がないんですが、トミーさん、トミーさんどこいます？トミーさんこちらです。はい、クリエイターベンチに僕は今います。実はですね、今日クリエイター応援団を呼んでいるんです。到着したようなので呼びたいと思います。皆さん盛り上がる準備はできていますか？クリエイター応援団の皆さんどうぞ。こっちですね。はい、あ、いやこの熱気的にすごいホームな感じで、うん、あのプレーできるんじゃないかなって思うので、うん、ぜひあの勝つとこが見たいので皆さん頑張ってください。応援します。おということで、ヤマト来てくれました。コムドット応援してくれます。じゃあ陽平くん行きますか。あれ陽平くんいる？あ、陽平くんいた。はい、皆さんこんにちは。はじめ社長の畑野陽平先生です。いや今日はうちの社長が暴れてくれることを期待しておりますので、はじめくん頑張ってください。ということで畑野も応援に来てくれました。そして一番いいこと、雰囲気変えたグループがいるな。ドバーショーかな。ちょっとお話伺いたいと思います。ちょっとどうですか、やっぱ今日はどういった集団で来られたんですか？When I have to wait a little to wait, get my way, oh my. あ、すいません、国籍変わってました。なんかありますか？今、ドバ市長は、トモヤンならやれるって英語で言ってました。あ、ちゃんと理解者が隣にいるタイプのやんちゃくれです。じゃあ、今日はレイクレも応援に来てくれました。この3組が最後まで応援してくれます。皆さん一緒に盛り上がってください。あ、僕まだある。
はい、ということで応援団の皆さんとちょっとねお話しさせていただいたところで、応援団の皆さん今来たところですけども、練習はバッチリでしょうか。僕ね、会場中の、応援の練習を見ていたんですが、まだまだみんな盛り上がれるのかなと思いまして、会場の皆さんもう一度、クリエイターチームの応援を練習したいなと思います。高森さん、クリエイター側の応援の練習もう一度お願いできますでしょうか。はい、じゃあリピートですね。そうですね、お願いします。はい、それではクリエイターオールスターズの応援もう一回行ってみたいと思います。はい、先ほどですね、ブースター側のお三方出ていただいたんですが、この時間も出ていただけますかね。もしいらっしゃるなら分かりやすいと思うんですけども、ちょっと難しいのかな。じゃあソニックとロールにやってもらいましょうね。分かりました。はい、それではですね、ご来場の皆さん、これから曲を流します。今回はクリエイターオールスターズと川崎ブレイブサンダーそれぞれに1曲ずつ応援テーマがありますんでね、流しますんで、曲に合わせて声出しはなしで、クラップ手拍子で応援をよろしくお願いします。それでは、トミーさん、いきますよ。応援テーマ、レッツゴー。一緒に、チュン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 、エブリバディ、試合中にいただければなと思っておりますので、よろしくお願いします。ともにご案内です。コロナ対策として声援は禁止とさせていただきます。声援です。応援は禁止です。万が一声援が起こった場合、イベントを中止とさせていただく場合がございますので、皆様ぜひとも声援をですね、手拍子に変えてエナジー注入どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、お返しします。はい、これでもバッチリですね。声は出せませんが心は一つ、観客席も一丸となって選手を応援しましょう。クリエイター応援団の皆さん、大いに盛り上がってください。それではよろしくお願いします。佐久さん、そちらにお返しします。はい、トミさん、どうもありがとうございました。いやー、クリエイターベンチも大変な盛り上がりを見せていたわけですが、対する川崎ブレイブサンダースですか、辻さん、はい、選手の皆さんのコンディションを今ご覧になっていかがですか。いやー、それでもすさまじいこの会場の雰囲気がとてつもないんですが、皆さん、ここは川崎ブレイブサンダースのホームアリーナ、等々力アリーナです。なので川崎ファミリーも負けてはいないはずですよね。はい、プロだから関係ありません。見てください、背番号0番の藤井選手、目がねギンギンなんですよ。哲さん、そうですね、もうこの上なく血走っておりますね。はい、やる気ビンビンです。はい、そして27番のね熊谷選手も、うん、目がねギンギンなんですよ。これ今藤井選手ですね。はい、はい、熊谷選手わかりますか。熊谷選手もちょっと映してほしいんですけどね、目がねギンギンなんですよ。はい、あのですね、藤井選手、ユーマ対決楽しみにしてたのにというコメントも残しているんですが、これ分かりますか、意味。なるほど、あの今度との浦田選手がですね、前はですねユーマだったんですね。今一応改名して浦田になってるんですけど、でもユーマって言われてる人もたくさんいますよね。はい、あ、じゃあもう血走ってますね。あ、もうなんかね、ユーマ同士、わーっと、これはすごい、これはね、あ、おっと、ここでスポーツマンシップですね。奇跡の開講が行われました。ああ、すさまじい。ユーマ&ユーファー。なそして熊谷選手、はい、はい、情報入りましたよ。何ですか。怪我はさせない、一言。はい、何ですか。怪我はさせないと本人コメントしています。なるほど、優しい。だからそれぐらい迫力のコメントです。優しい、そういうところがね、熊谷選手のいいところなんです。あ、今、ロッカー間が悪いな。しょうがないね。あ、かかか熊谷選手のコメント、ね、今行きました。目がほら血走ってます。目が血走ってますよ。ほら、なんやねんなんやねん。俺一体どう呼ばれてきたっていう顔してますけどね。辻君、はい、怪我はさせないけども俺は行くぜっていう決意表明ですから。あ、カメラを探してくれてますね今。さすがファンサービス。皆さん、
ホームコート川崎ブレイブサンダースのホームアリーナです。ファンの皆さん大きく盛り上がっていきましょう。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。さあということで、まもなく試合も始まっていきますが、改めて簡単な両チームの紹介、そして試合の見どころ解説と参りましょうか。クリエイターオールスターズの紹介ですが、はじめ社長がバスケットボール経験のある動画クリエイターを集めて結成したクリエイターの最強チームということになります。選手は7名です。お気に入りのはじめ社長ですが、小学4年生でバスケを始めて、高校生の時には富山県のベスト16に進出した実力者です。バスケットボールはずっと続けていきたい趣味と語っています。川崎ブレイブサンダースのホームゲームには過去に2回ゲストとして来場しています。そしてミスターマリボンドのカンタはお兄さんの影響でバスケットボールを始め、中学高校と打ち込みました。川崎市出身という縁もあったので、はじめ社長同様ですね、過去に川崎にゲストとして2回来場しています。レイクルの友也もですね、バスケットボール歴は14年、特技はバスケという生粋のバスケ好きです。ウィンターカップベスト8進出や大阪国体の選手選出を果たしているということになります。川崎とはショート動画でのコラボ経験があるということです。サワヤンのサワは身長193センチとクリエイターオールスターズ1の高身長です。ウィンターカップベスト8、東京国体優勝といった実績を持ち、川崎の増田選手、前田選手、能見選手とは大学時代に対戦経験があるということです。サワヤンのヤンはお兄さんのサワさんに憧れてバスケを始め、インターハイやウィンターカップにも出場しています。憧れのバスケ選手はトカチョフ、サワ選手と挙げています。そしてコムドットのユータも兄の影響でバスケを始めた選手です。武器はスリーポイントシュート。好きなアニメ漫画は川崎が舞台のアヒルの空ということです。そしてコムドットの浦田は友達の影響でバスケを始め、武器はミドルシュートと豪語しています。7月にユーマから浦田に改名したときは、まあ、先ほどもありましたけれども、川崎の藤井ユーマ選手がユーマ対決を楽しみにしていたのにと残念があるというコメントも出ていました。一方、川崎ブレイブサンダースの紹介です。 B リーグ一部所属のプロバスケットボールクラブです。クラブ創設から70年以上の歴史を持ち、リーグ優勝は4回、天皇杯の優勝は5回果たしています。昨シーズンは、前年に引き続いて天皇杯で優勝し、クラブ史上初の連覇を達成しているチームです。さあそして、何人かちょっと選手をピックアップしますが、背番号0は藤井優馬選手ですね。昨シーズンキャプテンとしてチームを牽引しています。無尽蔵の体力とアグレッシブなプレーが持ち味で、リーグの個人賞で3年連続で3冠を受賞。昨シーズンはレギュラーシーズンの MVP も受賞し、日本代表にも選出されました。先日はじめ社長と YouTube でワンオンワン対決を披露したというところになっています。そしてもう一人ですね、背番号7、篠山隆成選手、7シーズン連続で川崎のキャプテンを務め、6度の優勝を経験しています。日本代表でもキャプテンを務めたことのある選手です。バスケファンには有名な神の左手を持つ男で、勝負どころでシュートを決めてチームや会場を盛り上げてくれること間違いなし。ファンサービスにも定評のある川崎のシンボルとも呼べる選手です。さあ、まあ両チームがこれからガチンコで勝負するわけなんですが、クリエイターチームはですね、各クリエイターの YouTube でも公開されている通り、何十時間もこの試合のためにハードな練習を積み上げてきました。一方の川崎はオフ期間が明けてチーム練習が始まったばかりなのですが、まあこの辺りのコンディションの差がどういう勝負になっていくのかなというところ、クリエイター最強チーム VS プロ選手という誰も見たことのない一戦、どんな結末を迎えるのか、皆さん改めて楽しんでまいりましょう。以上、見どころ解説のコーナーでした。さあ、それでは選手の皆さんはコートクリアをお願いいたします。
はじめ社長の川崎ブレイクサンダースプレゼンツドリームゲーム2022まもなくリポートとなります。それではクリエイターオールスターズスターティングファイブのご紹介です。背番号1はじめ社長、背番号64カンタ、背番号22ハワ、背番号6トモヤ、背番号12ユータ。以上クリエイターオールスターズスターティングファイブです。続いて川崎ブレイブサンダーススターティングファイブのご紹介です。背番号0藤井優馬、背番号2マイケル・ヤング・ジュニア、背番号7渋谷川隆成、背番号27熊谷直哉、背番号30のジョーダン・ヒース。以上試合を見守っていきたいと思います。ここはまだ入りません。
試合時間は1分と30秒をすでに経過しているというところ、初めからどうですか、クリエイターチームですが、まあ、でも惜しいシーンが続いているんで、なんとか1本目が入ると、ね、その流れが落ちるのかな。選手のポジションへどうさあ、どうだ、このショット入りません。ノーカウント、判断でしたね、BGM が違うらしいですね。なるほど、なるほど、もう芸人の顔がなくなってますよね。
喋ってる姿は監督このものですね。そうですね。ハードワークを重ねてね、はい、本気で勝ちに来ているクリエイターチームですから。いや、本当トップクリエイターいつ練習したんだってぐらい時間ない人が多いですけど、この日のために仕上げてきてるなっていうのは。川崎選手の交代です。No.13 佐藤萌太 No.18 ゆうやかまたNo.21 Yuto Nori and No.23 Mayo Chaheng。 さあ、まもなく第2クォーターの開始です。どんな試合に展開になっていくのか、トミさん、改めて楽しみですね。楽しみですね。クリエイターチーム選手の交代です。 No.7 Young and No.65 Koto Urata。 おー、さあ、第2クォーターです。点差が続いているクリエイターチームはどこまで食らいついていくことができるのか。さあ、ここもパワープレーでいった。ユーヨーカマタナンバー18。第2クォーターもブレイブサンダースが首位を切ります。いや、しかし本当にトモヤン選手の動き素晴らしいですよね。そうですね。さあ、もう一度トモヤ戻して、ユータからウラタ、このショットアローパンス川崎ポール辻さん、本当に川崎はマジのガチですね。やっぱヘッドコーチの佐藤健二ヘッドコーチがディフェンスをしっかりしろという指示が出てるんでしょうね。さあ、一度外に出す。ここから切れ込んでいって、クォーター。今度は川崎の攻撃になります。ガニングトモヤをね、起点に動いてますね。そうですね。あとは体力の心配もありました。このボールもどうだ。まだボールは行っている。一度下げる。そしてアローハンズクリエイターフォール。いや、トミーさん、どうでしょうね、もう一つクリエイターチームエンジンを上げるためにどんなことが求められると。いや、でも考えてると思いますね。ここで何かこうクリエイター的な発想が一個出てくるんじゃないかなと思います、ね。さあ、ここはどうだ、決めてくるか、決めてくる。7.2サーファー、これはハイライトですね。素晴らしいプレーです。発想力でね、切り崩していくのがやっぱクリエイターですから。なるほど。コート上でもその発想力を生かしたい。ちょっとここはタイミングが合わなかったか。川崎ポール。さあ、点差は20対9というところになっています。チェックする。さあ、この表情、真剣そのもの。さあ、これに対し。おお、取ってた。しかしこのショット、リングに始まります。さあ、体感で負けてないですからね。ウィンターカップ国体でも結果を残している選手です。さあ、今度はどんなイマジネーションを見せてくれるのか、クリエイターチーム。もう描けば、ここも得点には繋がりません。No.65 Koko Urata。
ブレイブサンダースに激も飛んでいます。はい、もうね、皆さんが本当は言いたいことを僕は言いますからね。はい、皆さん、しっかりしろよって思ってますよ。ファミリーの方々もちょっと苦笑いというところもね。ただね、大したクロスチームにタイムアウト取らせたクリックチームですからね。そうですね、やっぱ仕上がってきてるんですかね。はい、ここでなかなか変わるかですね、タイムアウトのところで。そうですね、第1クォーター終了時点で15対4という得点差だったんですが、気づけば20対16で4点差です。澤さんがすごいシュート入ってますからね。そうですね、ある通りです。すごいな。さ、それでは田口さん、ここで、これまで振り返ってのスタッフのご紹介していきましょうか。お願いします。はい、まずですね、エンジンのレコードリーナーは川崎スルーにまず上段フィニッシュ選手、スリーポイント2本、それからスタッフの2本で合計8シュートが回ります。そしてクリーナーの選手なんですが、何がやってるか、よいしょ、さあ、クリエイターズチーム選手の交代です。ナンバーワン、はじめしゃちょー、オンザコート。ナンバー64、水溜りボンドカンタ。さあ、カンタがね、戻りました。はい、はじめさん戻ってきましたね。川崎ナンバー35、ヒース、オンザコート。さあ、どうだ、このショット、ここもボールは川崎キープから、しっかりとタイムアウトを受け、得点を獲得。ナンバー18、ユーヤ・カマタ。ファウル3エンターズ、ナンバー7、ヤン。ポジファウル1つ目、チームファウル1つ目です。フリースロー1シャーズ、ユーヤ。グッショー、カーン、N1、サステプレイ。さあ、これでまた点差が開きました、23対16。そうですね、いくいく。さあ、どこに行った、ここに行った、ビリシーズが切り替わって、モノトの点差はいかないか、得点はならない、速攻で来る、速攻で来る。マッチアレン、あと20秒ですね。さあ、第2クォーター、得点で終わらせることができるか、クリエイターチーム。ストールガス、はじめさんが持った、どこを見る、残り10秒になります。9、8、さあ、川崎の守り、松井が切り込んでいった、外に出した、このショットは弾かれてしまう。1、ここで第2クォーターが終了、26対16で川崎ブレイブサンダースがリードという状況です。さあ、ということでここから10分間のインターバルに入りたいと思いますが、トミーさん、はい、ちょっとここまで振り返っていかがですか。いや、ちょっとこんなことを言っていいのか分かんないんですけども、思ってた100倍前線しているというか、これはひょっとしたらあるのかななんていう風に思ってきましたね。ちょっと我々に期待を抱かせるようなね。そうですね、全員こうなんか光るところがあったというか、はい、かなり調子のいい沢もいるし、いや、まさかここまでやるとはね、思ってなかったですよ、この選手も。あ、そうですか。はい、悔しいですね。ちょっと本当にね、辻さんから途中劇が飛ぶシーンもね、はい、あったりしたわけですが、もうこれ多分もう裏でもすごい怒られてますよ。しっかりしろって。怒られてます。怒られてます。もうクリエイターチームに詰め寄られてしまったという第2クォーターです。まあ、でも最後やっぱりこう底力を見せつけて、こう引き離された印象はありましたね、やっぱり。さてさて、田口さん、はい、ここでですね、先ほど、まあ、ここまでね、前半を終えたという形なので、手元の集計によるところなんですが、はい、川崎ブレイブサンダースの選手で0番の藤井優真選手ですね、先ほど辻さんからもね、ちょっと紹介があったんですけども、まだ3ポイント1本という状況なんですが、まず昨シーズンのリーグの MVP なんですね。で、合わせて天皇杯でも MVP を取っています。
すごい。そして3年連続3冠。すごい数字ですね。すごいことになっています。はい。で、昨シーズンは川崎ブレイブサンダースは東地区、昨シーズンは東と西で、カンファレンスがあって行われたんですが、その東地区で2位 でチャンピオンシップに進んで準決勝まで進んだ、その牽引者の一人というのが藤井祐真選手です。ご紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、いや本当に、まあ、粒揃い素晴らしい選手を擁している川崎ブレイブサンダース、その本拠地轟アリーナで、相対しているということですが、トミさん、改めて、はい、まあ、ここまでのプレー、うん、クリエイターチームで輝いていたというのはやっぱりサワーですかね。いや、かなりサワーがこうなんか引っ張ってくれて、こうテンションもサワーのおかげで全員上がってるのかななんて思いましたね。そのベンチにいる時も声すごい出してて、彼地声なのに多分マイク通してる僕より声大きかったんでちょっと元気印だなと思いましたね。やっぱり声だけでは負けないってなんか言ってましたからね。そうですね、まあ、でもプレーでも負けなかったですね。彼はすごいですね。いやでもこれでようやくね、また体も温まっていますから、うん、第3クォーター第4クォーターというスーパープレーに、はい、まあ、期待したいなというところになります。辻さんから見て今日ブレイブサンダース動きがいい選手は、いや、 やっぱりジョーダン・ヒース選手がね、あの引っ張ってくる、最初にダンクシュートをしたアリウープダンクをしたジョーダン・ヒース選手ですね、はい、まあ、あのジョーダン・ヒース選手を筆頭に引っ張ってきてくれてるんですけど、ちょっとまだプロの選手たちがエンジンがかかってないんで、後半第3クォーターからグッと上がってプロという力を発揮させてもらえると思ってます。はい、注目です。いや、後半も全く目が離せないという、そうですね、これは素晴らしい展開になりそうです。はい、今澤選手のお話出ましたよね、うん、ここで、ご案内としてはですね、増田選手、前田選手とこれまでに学生時代に対戦経験があったという、はい、ね、そのあたりも含めて、うん、この試合にいろんな経験がこう落とし込まれての対戦となっている。なるほど、ね、じゃあストーリーがあるんですね、ここまで。そうですね、本当にこうね、もう、面白い試合になっているわけではありますが、うん、はい、続いてはですね、本日のイベントを盛り上げてくれるゲストにご登場いただきましょう。 YouTube 登録者数が460万人を超えた大人気ユニットスカイピースです。どうぞお楽しみください。
いやいやいや、もうなんかバスケのこういうことをするときに、はい、スカイピースの曲元気なんで絶対僕はもうスカイピースにやってもらいたいなと思って。あ、本当ですか？めちゃめちゃ嬉しいですよ。す今日勝てそうですか？ボコボコにされるかなと思いますけど接します。10点ですね。10点差です。で、後半なので、はい、まだ俺たちは諦めてないというか、はい、これからだと思っているので、はい、ちょっとスカイピースのみんなで会場も元気になったと思うので、はい、ありがとうございます。いやどうですか、バスケの試合は見てみて。いや、かっこよすぎて気まずい。普通にいつも遊んでる友達なのにかっこよすぎて。そう、ね、そうなんですよ。そう、ね、気まずくて。なるほど。じゃあまた次回やるときは2人も参加お願いします。うわー、頑張ってください。スカイピースのお二人でした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。感謝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 、ありがとうございます。ましたね、火吹いてましたからね。そうですね、びっくりしました。びっくりしました。熱っと思ってでもみんなもね、多分ここへ来てバスケだけじゃなくてスカイピースの歌も見れるっていうね、まあ、その盛り上がって後半もね頑張って応援していただければと思いますし、この間にね休んでクリエイターさんがねまたこう思いっきりプレー楽しんでいただければなと思います。見てくださいよ、クリエイターチームのベンチを。むちゃくちゃ真剣ですね。誰も笑ってない、はい、部活ですね、あれ部活ですね、あれね、はい、3年間苦楽共にしてますね、あれ。もう一回いいですか、もう一回いいですか。田村さん、芸人の顔じゃないですよね、もうね。はい、そうですね、ずっとバスケのことを考えてる人の顔してます ね、そんな田村ヘッドコーチの情報をお届けしましょう。お願いします。吉本バスケ部玉突きファイ、そして、大阪府の北区ベスト32の実績があります。さらにはサツキ杯 MVP、サツキ杯 MVP はよく分かりません、出所は分からないです、はい、という情報が入ってきています。ありがとうございます、はい、今回ばかりは芸人という肩書きを捨てまして、ただただ監督としてチームを勝利に導く存在となっています。さあ、第3クォーター始まる前の点差は26対16です。
トミーさん、改めてこれは逼迫した状況になってますね、はい、そうですね、いやこれは後半というかその第3クォーター見ものですね、うん、辻さん、はい、ただこれブレイブサンダースもちょっと後半またギアカチッと入ってきますよね。いや顔見てくださいよ、めちゃくちゃ真剣な顔してきましたね。こちらだから多分裏でめっちゃ怒られたんだと思います。怒られたかに注目するのやめてくださいもう皆さん大人なんで。あ、そうなんだね。しっかりしろ。あ、当然ファミリーの前で負けるわけにはいきませんのでね。はい、負けないです。さあ、ということで選手たちがコートへと入ってまいります。田口さん、ここで川崎ナンバー18鎌田優也選手の情報をお届けします。お願いします。武器はショルダーです。あの肩幅見てください。強そう。素晴らしい肩幅を持っておりまして、そしてポケモン GO が好きです。ああ、そうですか。そうなるとこれ田口さん共通項ありましたね、はい、ありましたね。先日ね、あの大きなお仕事をロンドンの方でされていましたけどもね、ちょっと後ほどお話をしてみたいなと、はい、いうふうに思います。それから好きなキャラクターはカビゴンだという情報が入っています。かわいい、かわいい、はい、ちょっと共通項がありそうな、はい、カビゴンっぽいという感じですか。後半の鎌田選手にもご注目ください。さあ、ほのぼのとした BGM から今ボールが入っています。あっ、これ初め動揺しませんか。どういうことなんだろう。川崎のプレッシャーが、川崎のプレッシャーが強くなってきましたよ。なるほど。さあ、ブレイブサンダースの攻撃から幕を開けます。テッサー、この笛は何でしょうか。はい、これはですね、ファールですね、うん、クリエイターチームのファールが今ございました。64番ですね、ミスボリモンド、カンタ、コディファール1つ目、チームファール1つ目です。さあ、ここは決めていけるか。弾いたボール、チームは川崎。ありがとうございます。ありがとうございます。このクォーター、クリエイターチームの勝ち上がりいかがですか。いや、まだちょっと見えてないところもあるんですけども、元気に見えますけどね、うん、まず1点取ると流れがこっちに来て緊張も和らぐのかなと思いますね。さあ、このロングショット、またもゴールキーパー鎌崎、ここだ、しっかりと決めている。この試合最初の得点です。さあ、これでまた点差が開くという状況になります。クリエイターチームとしては早く得点から勢いを作っていきたい。さあ、中央もうちょっと動かして、カンタ、ここは弾かれてしまう。ここもいいパスが入っている。ちょっとこの第3クォーター、ブレイブサンダースがやりたいことをやっていますから、どうだ。素晴らしい切り込みからこのものとした BGM 囲まれている。ダブルシムからなんとかボールキープ、走って切り込んでいく。これ一度か、第3クォーターは試合時間まもなく3分を迎えるというところ。トムヤンが運んだ、ここでボール出した。このショットはどうだ、惜しい。あと少しなんですが、なかなか決まらない。逆に川崎は落ち着いて落ち着いてしっかりと得点を決めている。3ポイント、シューティング3本目のスリーを入れています。辻さん、ちょっとこのクォーター、ブレイブサンダース止まりませんね。はい、もうね、香港での試合中でもマットジャニングのね、ジャニング警報って言われてるんですよね。それが今、もう大いに発揮されてますね。さあ、これはチャンスになる。外からラインをしっかりと確認して、リバウンド。もう一度川崎が攻撃です。ジャニング。中に切れ込んでから、前か。もう一度前か。カンタがしっかりとチェックに入るんですが、その上からリバウンドも絡まない。川崎の攻撃が続く続く。ここもリバウンド、しっかり獲得はクリエイターチーム。一個欲しいですね。そうですね、ここ1点欲しいですね。前田選手、そろそろ決めてもらっていいですかね。もう締めで切れしますよ。スクリーンに入る。
まだ一人で切り込んでいく。さばきながら。ワールドショー。ポケット。社長、流れが変わりそうですね。どうにか流れを作りたいんですが、ここもしっかりとボールは、いや奪えないか。前田がキープ。能見からここをスティールして、川が行くか。雄太にボールが渡る。速いパス、はじめもう一度、しかしジャニング譲れない。おっとジャパニシチュエーション、おっと両雄アイウズラフ、ジャンポールスウェーションからポゼッションアローは川崎となっています。はい、いやトミーさん、今意地でも始め譲りたくないというプレーでしたね。そうですね、意地と意地のぶつかり合いが、いや本気でやってね、いただいてるってことですね。プロの方にも負けたくないっていう気持ちが、はい、ありがたいことですね。さあ第3クォーターは残り1分と10秒、14点差がついています。差を縮めたいクリエイターチーム。ここもはじめがボールを奪った。さあどうだ、一人でいくか、一人でいくか。いやここはディフェンスを見て、さあにパッから新監督サフォー、差は調子いいですね。ですね、いや今のはじめの奪いも素晴らしかったですよ。そうですね、いやここもしっかり監督をつける。ボールを奪った。もう一度、もう一度、ここで、ここで早い。30秒切りました。フリーでシュートが打てる。得点には繋がらないが、第3クォーター残り20秒、もう一度ジャニング切れ込んでいって、ヒースが得点には繋がらない。しかしまだ川崎ボール、残りは10秒になります。さあクリエイターチームボールを奪いたいが、ここでメーチャーミドルシュート。さあ残り15分だね。ここで第3クォーターが終了です。36対22、またもリードを奪った川崎ブレイブサンダースが優勢です。この後2分間のインターバルに入ります。さあ第3クォーター、ちょっとまたトミーさん、突き放される格好になりましたね。そうですね、第3クォーターちょっと苦しかったですね、まあ、依然としてちょっとサワがやっぱ起点となってるのかなとは思いつつ、まあもうちょっとね、こう元気にプレーして流れを掴んでほしいですね。辻さん、はい、ブレイブサンダースはここ突き放しました。いやちょっと前田選手がスリーポイント全然入ってないんでね、それなんとかしてほしいですよね。1本ぐらい決めてほしいな。もうなんか6本7本ぐらい打ってるじゃないか。ちょっとこれファミリーからは当たらないというか厳しい拍手が送られていますね。本当ですよ、そんな前田選手の情報をお届けします、はい、好きなキャラクターおじゃる丸です。以上です。ありがとうございます。シンプルかつ強い情報が出てきました。これがいい方向に向いてくれるんですね。なるほどね。いやしかしトミさん、はい、改めてトミさんの目から見てプロのプレーっていうのは間近で見ていかがですか。いや迫力がすごいですし、その素人目で見てもやっぱすごいプレーなんだなっていうのがどんどん飛び出して、でもびっくりしたのはクリエイターの応援に勝るぐらい川崎の応援も強いなっていう声援が大きいですね。ありがとうございます。辻さん、これやっぱ川崎ブレイブサンダースのファミリーの皆さん、めちゃめちゃ熱量高いですね。熱いです。やっぱホームコートですから。いやすごいです本当に。でもクリエイターチームの応援もすごいですね。いやそうですね、熱気がすごいですよ、はい、さあしかしその熱気も残すところはたった一つのクォーターで決着がつくということになります。サワヤンがね揃ってるんで、ここは兄弟のコンビネーション見てほしいですね。そうですね。川崎選手の交代です。ナンバー2、マイケル・ヤング・ジュニア。ナンバー0、ユーマ・フーチ。ナンバー7、リュセ・シノ・ヤマ。アンナンバー27、ナオヒア・クマゴイ。クリエイター、サブスティテューション・フォー。ナンバー7、ヤン。アンナンバー65、コンドー・ウラタ。さあ、最後のクォーター、皆さん盛り上がっていきましょう。さあ、最後にダブルチームでいきますが、ここは奪っていった。Yeah.
スイッチ入りましたね。このクォーターどっちでも譲りません。やったスリーポイントサトルマイチャー決めた。最初の得点、星が一番喜んでますよね。最初の得点、さあ、トモヤから、おっと、トモヤ行く。さあ、逆サイド、サワがボールを呼んでいるところからもう一度落ち着きます。近い距離になる。さあ、どこから攻めるか。ユータ、このショット惜しいですね。これも惜しいところ。さあ、なんとかボールを奪ってクリエイターチーム得点を奪いたいんですが、その差は20点ほど。篠山から、もう一度篠山、切れ込んでいく、外、前田、ここは入らない。ちょっと長いボールになってしまった。アルファンス川崎ボール。富田さん、ちょっとこれクリエイターチーム疲れも見えていますか。そうですね、なかなかこう、なんか体がついてないとこもあると思うんですけど、ここはやっぱ発想でカバーしてほしいですね。そうですね、うん、何かここから勝てる秘策はあるのかどうか。さあ、マイケルクリア、このショット、ボールを奪ってクリエイターチーム。さあ、一切手を抜く素振りはありません。当然です、川崎ブレイブサンダース。やりました、ブレイブサンダース。熊谷、素晴らしいプレー、熊谷選手。ユーザーキャルシー、これはね、ちょっと発想力でね、突破してほしいです。ここはやっぱクリエイターなんで、はい、何かしら考えてると思いますね。いや、しかしこのパスもカットされてしまう。藤井のショット、ぴったりと決まる。スリーポイント。さあ、ここでタイムアウト。ユーマースリーポイント、タイムアウト、オールスターズフォースタイムアウト。いや、プロの本気というものを見せてくれましたね。そうですね、そうですね。46対22という数字が出て、どう、ちょっと今これ審判がクリエイターチーム側に行っていますけれども。そうですね、まあ、ちょっと何かしらの打ち合わせなのかわからないですけど。そうです、何かちょっとプレーに不備があったかもしれませんが。そうですね、やっぱりはじめさんいろいろ考えて動いてると思うんで、いや、クリエイターチームの奇策という部分がね。そうですね、ここからどう出てくるのかと、はい、今のクォーター出てなかった分、なんかはじめさんも考えてたと思うんでね、ちょっと待ってください。何か、なんか今ポケットに何か、ちょっとカメラね、あんま抜かないようにしてくださいね。はい、そうですね、これ大丈夫、大丈夫ですかね、これは。はいはいはい、大丈夫ですかね、これは。審判からアナウンスです。あ、すみません、審判の浅井です。皆さんに一つルール変更のお知らせをさせていただきます。なるほど。このタイムアウト明けですね、タイムアウト明けからクリエイターチームの得点が、3倍になります。おい、承知しました。待ってくれよ。はい、承知いたしました。どういうこと、ちょっと、トーメンさん、これクリエイターチームいいんですか、こんな。いや、これあの審判が言っているんで。いやいやいや、はい、審判が全てなので、スポーツは。ちょうど川崎チームいいんですか、これ。もうなんだよそれって顔してますけれども。はい、あ、ちょっと、あ、川崎も抗議が入ってますね。抗議が、なんかこれダメでしょうという声が。ハーゲンダッツの件、佐藤さん、それもらったらダメですよ。佐藤さん、絶対もらったらダメですよ。今戦ってますね。おい、ポケットに入れるな。やってやろうじゃねえか。入れたらダメだろう。いいんですか。まあ、条件を飲んだということですね。こんなことないですよ。いいんですね。皆さん、勘違いしないでくださいね。まあ、これがバスケットボールということでいいですね。これ B リーグでありえないことですから。何事にも初めてがありますからね。あ、そうですね、はい、これをきっかけに、はい、これをきっかけにということですね。いやー、ということで、じゃあこれがクリエイターチームの発想力、はい、ということになりますか。まあ、どれのこと言ってるかわからないですけど、まあ、審判が決めたことなん で、 そうです、ね、はい、はじめさまは特に関与してないとは思いますけども、審判の方がルールをちょっと変更したいということですね。あくまで審判がイエスといったものが適用されるということになりますので。そういうことですね、いやー、頑張ってほしい。3倍ですか、3倍です。じゃあ、スリーポイントだったら9点になるところですね。おっしゃる通りです。なるほど。なので、点差は14点差、あっという間に覆る可能性があります。はい、なるほど。えげつねえな。じゃあ偶然クリエイターに有利なルールだったってことですね。そうですね、偶然なんですね、はい、これは。あの、今全体で言うと24点の差があるんですが、はい、3倍になりますよね。ってことはですね、スリーポイント、あ、始まりましたね。後で話します。3本入れたらもうね、スリーポイント3本入れたい。さあ、試合時間は残り3分を切っています。偶然得点が3倍になった状態からのスタートとなります。
さあどうだ、はじめ、スリー、この位置は、もう一度リバウンド、まだある、外に出る、この位置からのショット、さあ、ブレイブサンダースがリード、外に出して、さあこの位置は入りました、ね、でもやっぱりトモヤが起点になってますね、トモヤすごい活躍ですね、どうにかスティールボールを奪っていきたいというシチュエーションなんですが、前田スリーはどうだ、よしスリーポイントサトルマイチャー、この試合はどうですか、早い早い、この形だ、さあどこに出す、どこにボールを出す、さあワイダ戻したところ、トモヤに切り込んでいって、外に出してからのこのショット、もう一度ボールを決めていく、トモヤが来ましたね、6点、トモヤ今ので6点ですかね、6点を獲得です、わー、ブレイブサンダー突然のルール変更にも微動だにしません、しっかりと得点を重ねていきます、 MVP 残り試合時間は1分になります、3倍ルールです、クリエイターチーム、トモヤ攻めていく、カツが取って、もう一度中央アウトパンス、アウトパンス、タイムアウトですね、ここでタイムアウトが宣言されます、タイムアウト、クリエイターズセカンドタイムアウト、得点差は20点という状況です、トミーさん、いやー本当に正々堂々と戦っているはじめさんにね、やっぱこうお疲れ様と言いたいです ね、 そうですね、ここからまた1個発想力で突破していくんじゃないかなと思いますね、本当にこう気持ちのいいスポーツマンシップが見られる試合、そうですね、スポーツマンシップとはこういうことなんだなと思いますね、やっぱり、いやしかし、トミーさん、はい、突然の、まあ、ルール変更あったにもかかわらず、ブレイブサンダースはブレませんね、いやもう一切手を抜かないということがやっぱプロとしての見せ方ですからね、本当に田村さんは芸人さんのタイムアウトの取り方じゃないですか、全然芸人さんのことですね、口が無意識もんですからね、見たことないですよね、1秒も欲しいという、そうですね、早くタイム取ったっていうところですね、本当に面白いでありました、さあ、最終クォーター残りは48秒、得点差は20点という状況になっています、3倍のままですよね、ここからの大逆転となるのかどうか、これ最後のですね、もうエンジンを組んで出ていこうというところになります、石川さんの戦いという姿勢ですか、これはどのメンバーで来るのか、ちょっと待ってください、チームプレーです、おかしくないか、やっぱり気楽を共にしてやって青春をみんなで感じたい、フリーターの選手の交代です、おかしいでしょこれ、これなんかちょっとブレイブサンダースの選手がなんか抗議の意を示していますが、クリエイターズナンバーワンはじめ社長、ナンバーシックスレイクレトモヤ、ナンバーセブンヤン、ナンバートゥエルブコモドフユータ、ナンバートゥエルブサワ、ナンバーシクスフォーミスターワリボンドカンタ、ナンバーシクスファイブコモドフウラタ、フルメンバーで登場、おい何だこれ、チーム一丸となって戦うという姿勢ですね、これは勝率も高くなってさあボールを奪った、っさあ3点が3倍リレーだ、ここで6点が3倍だよこれ、コブドットユータ57対43、これは可能性ありますね、いやこれディフェンスの層も厚いですね、なぜなら7人いるから、ここはこれやばいか、やはりこれ強いチームは人数が多く見えますね、そうですね、1人が多く見える、さあこのショット決まったスリーポイントサワー57対52、あと田村さん、あ、過去8になってるやん、あーだ、タッチャー MVP が1点取ってきた、さあどうか、決められた、決まった惜しい、残り5秒になっている、残り5秒になっている、ボールを奪った、レッドボール 1.2 秒の残りです、おかしいじゃん、レッドボールおかしいやろ、いや今監督も反省返してない、
チームを勝たせたいという思いですよね。さあ 1.2 秒で残る時間です。ラストプレーになります。さあ最後の最後で芸人出しましたねここで試合終了。ナイスゲーム、ナイスゲームでしたね。最終結果57対52、勝ったのは川崎ブレイブさんだ。それでは選手の皆さん、コート中央に整列をお願いいたします。ということで、いや本当に見応えのある素晴らしい試合でしたけれども、選手の皆さんにちょっとお話を聞いてみましょうか。はじめ社長、ブレイブサンダースの試合いかがでしたか。はい、もうこのプロのコート、そしてお客さんがいっぱいっていう状況で、本当に前半見ててもらったら分かると思うんですけども、手が震えてみんなシュート入んなくて、すごいこういう状況でプロの方はいつも試合されているんだなと思って感動しました。はい、まあ、いい試合でした。ずるしてすいませんでしたありがとうございました。楽しかったです。痛気よいコメントが飛び出ました。もう一人ちょっとじゃあお話伺ってみましょうか。澤選手、ちょっとコメントをいただけますでしょうか。澤すごいよ。いやバスケ最高ですね。まあ、今年は日本で NBA の試合も開催される予定なんで、まあ、本当にこれからもっともっと B リーグも始めとどんどん盛り上がっていけたら嬉しいです。僕たち YouTuber も頑張ります。ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当はこれみんなに、ね、お話聞きたいところなんですが、ちょっとお時間もあるということですので、この後会場では両チームの選手からグッズのプレゼントコーナーがあるということですので、こちらも楽しみにしていてください。後半戦もね、あるということですので、まだ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 楽しめます。20分間の休憩を挟みまして、再開予定ということになります。後半戦ははじめ社長率いるレジェンドチーム VS トモヤン率いる新世代チームの試合ということになります。生配信をご覧いただいている皆様、後半戦は川崎ブレイブサンダースの YouTube チャンネルで配信いたします。20分の休憩の間に川崎ブレイブサンダースの YouTube チャンネルでは前半戦のハイライト、クリエイターチームの選手の意気込みインタビュー映像を配信いたしますので、このまま川崎ブレイブサンダースの YouTube チャンネルへ移動いただき、後半戦も盛り上げていただければというふうに思います。この後も引き続きはじめ社長&川崎ブレイブサンダースプレゼンツドリームゲーム2022、クリエイター最強チームがプロバスケチームに挑んでみたをお楽しみください。それでは改めまして、はじめ社長から最後に一言いただきたいと思います。はい、すいません、ちょっと YouTube の配信もあるということでめちゃくちゃに最後してしまったんですけども、本当に楽しい試合で、クリエイターチームも全力を出せたと思います。本当に見てくださってありがとうございました。引き続き僕たちも含めてバスケットボール盛り上げていければいいなと思いますので、川崎ブレイブサンダースも、クリエイターも応援の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手をお送りください。さあ、ということで配信ご覧の皆様、ただいまご覧いただいている前半戦の配信が終了した5分後から川崎ブレイブサンダース公式 YouTube チャンネルの生配信がスタートいたします。前半戦のハイライトもありますので、チャンネルを切り替えてお待ちいただければと思います。それでは後半戦でお会いいたしましょう。それでは両チームの選手はベンチにお戻りください。